葬儀水の一周儀水郡上踊り期間でにぎわう葬儀水葬儀水は岐阜県郡上市八幡町本町にある遊水。白雲水とも言われ、1985年葬儀水として名水百選第1号に指定されている。また、岐阜県指定の史跡にも指定されている。また、郡上市の旧八幡町は人と自然が調和した交流文化の町として、 水の里百選に選定されていて、葬儀水は、名水スポットの一つになっている。九条八幡地域は、年間2800ミ、mm、リメートルの降雨量がある、豊かな水源林に関与され、縄文昇入道に代表されるカルスト地形の、石灰岩に浸透し、八幡市街に、数多く流出する。1471年史の秋城主、あ上演が葬儀に、古今伝授を終え、 葬儀が帰郷する際にこの潜水で、安ず上演が葬儀に、もみじ場の流るる立つと白雲の花の実よの、思いはするなの一首を、花向けに歌ったと伝えられている。江戸時代には、九条藩主、金森雷二や遠藤常友唐らによって、泉の保存と、ここんでが検証され、石の水場が整備された。水場は、遊口から、水源、飲料水、食料米等を洗い場、 野菜等洗いは、さらし場としきりで分かれていて、現在でも地元の人たちがとても大切に利用している。また1917年9月、有志が集まり葬儀水放散会を結成して、史跡保存に努めている。葬儀水名水百選、アーカイブド2011年9月26日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、環境庁葬儀水岐阜県人と自然が調和した、交流文化の街から、 水の里百選、ありがとうございます。